はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、とつで、いや、もう今日は、この動画までに3本、一般公開動画アップしてて、メンバー限定動画の方も次回反響、攻略の動画3本、はい、合計6本ですね。すでに動画をアップしており、はい、もう全部で見ると今日これ7本目ですね。いや、もうだいぶ狂気の動画制作、まあ、特に次回反響攻略動画なんかはもう気が狂ったんじゃないかってぐらい、まあ、一般公開動画だったりメンバー限定動画の方を上げてますが、まあ、一般公開動画の次回反響の動画だけでもある程度のラインは超えた、かなり実績のある出来組になってるんで、ぜひ今日のお昼にアップした次回反響動画見てみてください。さあ、そして更新情報見ていきますか。はい、まずは課金イベントということで、まあ、これといって目新しいものはありませんね。さあ、そしてベニヒスイ限定交換ということで、また明日からツバキスイの交換来ますね。はい、なんでこちらホーム画面の右にあるショップから雑貨ショップの3番目にある交換、はい、こちら選んでもらって、ここに椿翡翠ありますので、これまだ交換してない方は明日のメンテ明けでまた更新されるので、一回ここで今ある分は交換しておいて、なくしておけばまた3つ補充されますんで、はい、これめちゃくちゃお得なアイテムになるんで、紅翡翠に余裕がある方は必ずゲットしておきましょう。さあ、そして進歩券ということで、こちら課金イベント来ますが、まあ今となってはこのゲーム内に衆ギフというさらにお得な課金アイテムが並ぶようになったので、第2番手ぐらいの課金効率のいい課金イベントになってますが、まあ、詳しくはこの動画の概要欄に衆ギフがいかにお得かっていう動画がアップされており、その動画の中でこの珍宝券に関しても触れているので、そちら見てみてください。さあ、そして噂をしていれば衆ギフトということで、今回はハッピーギフトと超招き椿が来るということで、まあ、特にこの超招き椿の方480円で毎日200元ポート鮮魚育成炭5個、椿の箱1個が7日間もらえるということで、椿の箱の中にある鮮魚育成炭ですね、まあ、このゲーム内で鮮魚育成炭を課金して集めるのであれば一番課金効率よく集められる方法だったと思うので、まあ、美課金の方なんかである程度課金できる方、まあ、かなりおすすめ度の高い課金イベントですね。あ、そして、これなんだ、あ、サイカ孫一の再販。はい、明日、MR アバターのサイカ孫一来ますね。はい、ちょっと YouTube さんに収益剥奪化されてしまうので、画像を映せず申し訳ありませんが、まあ、サイカ孫一に関しては、去年出てきた MR アバターで、まあ、去年出てきた段階で、臨床地ベース防御無視攻撃は結構強いんですが、まあ、耐久面なんかがかなりネックになっており、まあ、今の MR の耐久合戦の波には完全に埋もれてしまっているかなというキャラクターですね。まあ、ただ、このキャラクター、仲間連携スキルがめちゃくちゃ優秀で、はい、サイカ孫一の仲間連携スキル、HP 最大回復率 3% 上がるのと、まあ、この後ですね、出陣時有効になる全ての有益状態、整合状態、特殊状態の単数がプラス算されますと。で、最大元の単数の2倍までってことで、まあ1ターンとか2ターンしかないようなバフに関してはその2倍までですが、それ以上の単数のものであればプラス算されるので、まあ、例えばこれを大鬼神なんかにつけて、まあ、大鬼神の開幕の混雑の単数をさらに上げて、開幕からおかしな火力で殴っていくみたいな、まあ、あと紫式部とかなんかにもつけられますね。まあ、白バフの単数なんかも増やせるんで、まあ、今ちょうど桃地ちゃんが出てきて、単数の少ない白バフだったら獲物にしてしまうので、今後多分白バフ減らしキャラクターなんかも出てくる中で、まあ、なるべく開幕からの白バフを高く保っておきたいプレイヤーさんには、まあ、なかなか刺さる連携スキルになっているので、まあ、結構ハイ課金のプレイヤーでもこれ利用してるプレイヤーさんかなり多いですね。まあ、ただそのためだけに取るかっていうと UR1000 から取らなきゃいけないので、結構投与コストが高く、まあ、重ハイ課金者向けの贅沢な連携スキルキャラクターっていうところでしょうか。まあ、大きい陣主力にしてる人だったら戦役ボスの攻略のために投与するっていうのが一番いい筋ですかね、このキャラクター投与するのであれば。さあ、ということで、林田から今田美桜さんとのコラボイベント始まりますね。まあ、顔ぐらいなら映しても大丈夫でしょう。そろそろ YouTube さん優しくなってくれたんじゃないか。収益が剥奪されるかめちゃくちゃ怖いですが、はい、これぐらいで映していきましょう。はい、明日からこのコラボキャラクター、女優の今田美桜さんとのコラボということで、はい、まずはログインイベント。毎日ログインするだけで元宝だったり、MR 割引券や、ラキスタ券、高速戦闘券や、絆の水引き、花の水引き等々、アイテムがもらえるので、まずはログインだけ、毎日しっかり1週間やっていきましょう。はい、あとコラボ第1弾ということで、これ2弾もあるんですかね。はい、限定で7日間連続任務に挑戦ということで、任務達成系のやつですね。はい、これまた、まあ、今あるこの輝きの新章、まあ、これに近いやつがまた明日から実装されるのかなってことで、いや、めちゃくちゃ忙しくなりそうですが、多分やるミッションかぶってくると思うので、まあまあ思った以上に負担にはならないといいですが、はい、そのミッションをクリアしていくことで UR1000 の今田美桜さんのコラボ副賞ちゃんをゲットできると。あ、じゃあ第2弾 MR アバまで行きますかね、もしかして美桜ちゃん。あ、その可能性ありますね。はい、まあ、なんで UR1000 の時点でスキルある程度 MR アバまで予想できると思うので、まあ、どんなポテンシャルのキャラクターになるか明日メンテ開けたら一緒に見ていきましょう。で、注意点としては、はい、明日のこのミッション系ですねに関しては、遊歴だとか高速戦闘、ボス挑戦、訓練所挑戦など、まあ、ボスだけ英語なのがムカつきますが、まあ、ミッションに含まれているので、今日日付が変わって0時になった瞬間、いつもデイリーやってる方、まあ、特に次回反響絡んでるんで、デイリーやって次回反響の方の高速戦闘2回分確保しておかなきゃって人もいると思うので、まあ、これ多分やっちゃう人多いと思うんですよね、明日今回ですが。これ完璧にやってしまうと明日の任務に支障が出てくるので、ボスだったり訓練所なんかは
挑戦権使えばカバーできると思いますが、まあ、高速戦闘とか無課金の人は回数限られてるので、まあ、無課金で、あと遊歴とかも無課金で次回やってる方はどっち優先するかですね。まあ、ちょうど今日木曜日で経験値 2.5 倍の日でもあるんで、明日の朝は我慢するっていうのも一つ手かなと思いますね。次回反響を犠牲にして、まあ、今の次回反響の頑張り具合と天秤にかけて考えてみてください。まあ、私は無課金サバ今なくなったんで、遊歴1回やって高速戦闘も1回だけやってっていう感じで、まあ、ちょっとだけやるみたいな感じでインしてやろうかなと思ってます。日付が変わったら次回反響優先で、はい、そして UR アバター戦の今田美桜さんのコラボ立ち絵紹介ですが、いやちょっと映せないですね、はい、ちょっとテケ画像で申し訳ありませんが、明日から今田美桜の UR アバター戦が来るってことで、ちょっとねご本人様は YouTube さんに刺激が強いので映せませんが、はい、取り巻きの子ですねならいいでしょう。なんか王将くんちゃんの取り巻きにいる無機物かと思ったら結構モフモフしてますね。あ、これ動物のくくりクリアしてますか、もしかしてこれ無機物じゃなさそうですね、うん、だとしたらなんだって話ですがまあ昆虫に近いんですかね、花持ってるし、まあちょっと考えれば考えるほど怖いですが、はい、まあとりあえずメソと名付けたいと思います。あ、で頑張ってる子いる、ミオちゃんの杖を運んでくれてますね。ということは帽子ですかね、杖ってことは。はい、そうなってくると気になってくるのが、この前ネタバレしていたこの生後七星、まあ、結局細分岐ちゃんにも桃地ちゃんにもつきませんでしたが、これつくのがミオさんになるんですかね。いやちょっと私の中では、まあ、ケンテイちゃんが来るか、または今次回反響まだ暴走キャラクターが足りてないと思うので、暴走枠にコキビの MR アバに暴走と七星つける強烈なバッファーとして出てくるのかなとちょっと期待してましたが、今田ミオさんにつきそうですねこれは。まあでも UR 戦なんですよね、まだ UR 戦で生後七星つけるかどうかだいぶ怪しいですが、まあなんかブラウザ版の方に出てきたってことはやっぱり共通のキャラクターって考えると、コラボキャラの今田美桜 MR アバーの時にこれがつくのかなって気がしますね。まあまあもしかしたらワンチャン戦役の人権キャラクターになる可能性が出てきましたねまあそうなるとローコストで登用できてかなりナイスですが、まあそうなってくるとこいつが本格的に動物かどうかのジャッジが必要になってきますね。お前何なんだ一体はい、またねそこら辺ももし強いキャラクターだったらランゼロセカンドシーズンの方相談させてください。そしてまた明日メンテ開けたら一緒に見ていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。